寒暖差アレルギーなのかなこれ。あ、そんなアレルギーあるんですね。あるらしい。田岡さん調べいつ紹介されるんやろうか。はい、もうタイミングです。いいよ紹介して、俺これ読んでるから。いやいや、皆さんに紹介するって感じなんですね、うん、アンコール。ほら、田岡くんの大阪情報グルメ、大阪グルメ情報教えてください。大阪グルメってね、俺でももう行くとこ決まってんだよ。え、マジっすか。うん、あ、そうか、それは言えないんか。言えない。え、系統的にはだって2日間あるわけじゃないですか今回も。いや、串カツ、お好み、はい、でも2日間だけど1日しかないじゃん。まあそうですね、行けない、夜、1日目の夜しか行けないじゃ ん、うんうんうん、次の日多分もう、そうか、もう終わって即出だもん、すぐ帰んないと。はあ、なかなか本当タイトスケジュールっすね。そうだよ。え、串カツかお好み焼きで言うとどっちもやってる。あ、どっちもあるあれなんですね。もしくはもうはしごいいじゃないですか、はしご。はしごするか。次の日顔パンパン。パンパンっすね、油も、うん、油も入れて。うん、あ、今絶賛イネ科アレルギーなんだって。それかな俺。それかも。ブタクサかな、アレルギー。あ、ブタクサもあるか。ダニの死骸が舞ってるみたいですよ。怖い怖いですね。うん、北山くん今日大阪ライブだよって。そうなんだ。そうですね、大阪行かれてますね。へえ。はい、まあやっぱしね、大阪やったら串カツだと思うんですけど、うん、で串カツ食べると本当まあ新世界がおすすめです。まあ観光地だしあれなんですけど。どこ？新世界っていう。うん、で店。あ、店ですか？え、新世界の店？あ、はい、新世界って串カツ屋いっぱいあるんですよ。だから新世界のなんて店？あ、いやなんかね、本当ここっていうよりかは本当にいっぱいあって結構特色ちゃうんですよ。衣分厚かったりとかすごいサクサクやったりとかで。特色があるんだ。はい、特色あります。お店によって結構変わりますね。俺一軒あるんで行ってるところが。あ、新世界ですか？いや、新世界じゃないと思う、場所は。新世界です。本当、まあ、通天閣も一緒に見れるんで新世界行けば、で串カツも食べれるんですごいおすすめですね。そうなんだ。で結構場所がオリックス劇場ってね、うん、ちょっとまあ真ん中の方なんですよ、うん、でそっからやったら新世界は、そうですね、ちょっとタクシーとか乗った方がいいかもしれないですね。へえ。それか本町まで歩いて電車に乗るかです。関西弁で喋ってだってもう忘れちゃったよ。え、忘れました？多分。たまに出ますよ、でもケンさん。もう忘れた。ああ、そうです。そのイントネーションです。忘れたで。人多いんかな。いや、平日なんで多分そこまで多くはないと思います。本町の方がいいと思うって感じ。そうですね。本町が駅御堂筋線っていう電車なんで。いやー、なんかもういっぱいいっぱい食べたいな、おいしいもんをな。あ、ね、串カツ、たこ焼きいっぱいありますよ、ケンさん。いっぱい食べたいな。え、ケンさん、あの金龍ラーメンって知ってます？知らん。金龍ラーメンっていう、あの龍、なんかね、龍の看板があるラーメン屋があったんですよ、道頓堀に。何それ。金龍ラーメンってすっごい豚骨なんですけど。知らんな。で最近あのその尻尾が敷地出てるって言って撤去されたんですよ、うん、へえ。でその尻尾をあの向かいのカニ屋さんの看板のカニが今爪で挟んでるんですよ、期間限定で。え、どういうこと。そうそうそう、あ、コラボってるってこと。あ、コラボしたんですよ。へえ。隣のお店に尻尾はみ出てるって言われて。ああ、それを何、カニが、向かいのカニ屋さんの、カニ屋さんのハサミで、はい、看板のカニが挟んでるんや。へえ。あの期間限定らしいんで、おもろ、はい、あの皆さんぜひとも、あのおもろいな、めちゃくちゃおもろいです。でも通るのかな。あ、そうです、あのニュースでやってるやつです、今だけらしいんで、あのもしよかったら皆さんちょっとあのケンさんのアクスタと並べて、マニージャーさん、その前で写真撮りましょう。
話聞いてました。後で言います。期間限定です。おもろ、はい、これめちゃくちゃセンスあるやんなあ。めちゃくちゃセンスある、センスあるよな。人の土地に尻尾出さない、ずうずうしい女やな。そうですね、尻尾切られたんやって書いてる。そう、結構ね、長いことこう論争してて、ええやん、おもろいやん。はい、ほんで最近ようやく切られたらしいです。ええなー。ビリケンさん会ったことある？あるよ。あるって、だってあのゴールドの人形でしょ。あ、そうそうそう、ビリケンさんいろんなとこいてますね。見たことはある。あれ足触るらしいですよ。なんで？足の裏触ったらなんかご利益があるらしいですわ。へえ、せない。おもろいね。551は食べてんの？だって食べへんのって。551は食べへんの？食べへんのって。はい、食べてないな、食べてないな。あ、ヒラパーもありますよ、ケンさん。ヒラパー、ヒラパー、ヒラパーは行ったことないな、一回も。ヒラパーはちょっとね、上の方なんですわ。ヒラパー兄やんは、はい、知ってるけどな。ケン君の関西弁は柄が悪い。柄悪い、ほんまにそれ。いやいやいや、でもだってもうしょうがない。しゃあないよね、だって。いや、まあまあ、そうっすね。もうだってそのいっちゃん最初に覚えたのがその柄の悪い関西弁やから、もうそれが身についてるからな。めっちゃ柄悪い。今も悪い今も柄悪い。悪いです。悪い。なんで？そのイントネーションっていうのかな、なんかその何こう柄悪いんや。下回す感じじゃないですか。え、下回す感じじゃないですか。下回しすぎないや。どうしたらいいの？もっと おしとやかに喋りたいな。おしとやかに、あ、例えばおしとやかに喋りたいな。おしとやか、もっとちょっとちゃいますよね。え、一緒？一緒か。おしとやかに喋りたいわーとかって言えばいいわけ。それさ、クロちゃんじゃない。あわわわーなってる。そうですね、柄悪いんだこれ。京都風が一番むずくない？京都弁喋りたい。京都弁ってどん、何々。京都弁って難しいよね。京都弁難しいですよね。京都風ってむずくない？京都風って一番むずいって俺聞いたけど。何々どっすれ？なんかわからない。あ、なんていう、なんか京都の人のなんかあのちょっと嫌味な感じ好き。あ、何々してはるんやねみたいな。あよ、だから早く帰ってみたいな、はいはいはい、よう食べはりますなみたいな、はいはい、いや、よう来はったなとかって言われですね。よう食べはりますな、あ、ゆっくり食べ、えらいゆっくり食べますな、早よ食べっていうことでしょ。そういう感じの、ね、その逆のことを言うんでしょ、うん、はんなり言うんでしょ、それを。すごいこうね、なんかこう性格悪いみたいな感じで言われますよね。あ、しはる、なんとかしはるとか言うんでしょ。何々してはる、なんとかしてはる、しはる、あ、食べてはるとか言いますね。食べてはる、あ、ようけ食べはりますねみたいな。あ、とか金持ってんの、時計してありますなみたいな、あやつだ。そういう系のやつですね。怖いね、嫌味、その嫌味っぽいの、まあね、俺は好き。京都のそういうなんか頭良くないとダメな感じじゃない。賢いから出てくるさ、なんかこの遠回しに言う感じ、はいはい、なんかこうブリティッシュジョークみたいな感じのやつってことですよね。